ユダヤ系で作家出身からビクトリア長期のイギリスで政権を担うまでに上り詰めた政治家はディズレーリ。ディズレーリが所属する政党は保守党。若い時にはアヘン戦争に反対した演説でも知られ、もともと保守主義の政治家として出発するも、徐々に自由主義貿易を主張するようになり、4度も内閣を組織したビクトリア長期のイギリスの政治家はグラッドストーン。グラッドストーンが所属する政党は自由党。スエズ運が買収を行ったのは ディズレーリ、インド帝国成立時の内閣はディズレーリ内閣、スエズンが買収やインド帝国成立などの帝国主義的な政策を批判して総選挙で勝利したのはグラッドストーン、第2回選挙法改正を実現したのはディズレーリ、第3次選挙法改正を実現した内閣はグラッドストーン内閣、第2次アイルランド土地法を定めた時の内閣はグラッドストーン、アフガニスタンの保護国家を実行したのはディズレーリ、 グラービーの反乱がエジプトで起き、撤退を考えるも、閣内の反対派に押し切られて、イギリス単独での軍事占領を実行したのはグラッドストーン。ベルリン会議に参加したイギリスの首相はグラッドストーン。グラッドストーンが第1次アイルランド自治法案を提出したときに、アイルランドの自治に反対して自由党を辞めた代表的な人物はジョゼフ・チェンバレン。第4次内閣のとき、アイルランド自治法案を議会に提出し、下院では可決されるも、上院で否決されたことで知られるのは グラッドストーンが請求したアイルランド問題の解決という課題が一応の解決を見たともいえる1914年の法律はアイルランド自治法。